日本埼玉県さいたま市桜区、田島田島は、埼玉県さいたま市桜区の町名。現行行政地名は、田島一丁目から田島十丁目、および大字田島。町名は住居表示実施済み。郵便番号 338-0837。さいたま市桜区南端の荒川左岸側の沖積平野に位置する。中央を東日本旅客鉄道武蔵野線が東西に国道17号新大宮バイパス及び首都高速埼玉大宮線が南北に貫き交点の東側に西浦和駅がある。北端は鴻沼川が流れる。北部をさいたま市桜区桜田、西堀、東部を南区関、鹿手袋、南部を南区四谷、曲本、西南部を南区松本、堤外、西部を、朝霞市上内間木、桜区大字下大久保、大字道場、北西部を、大字西堀、桜区新開と接している。荒川堤外地に、大字田島がある。田島と堤外はわずかに接しているが、大字田島と松本は接していない。荒川堤外地には、田島ヶ原が広がり、桜掃除聖地でもある。六丁目には、田島団地がある。新大宮バイパスの田島団地前交差点から、四季街道まで都市計画道路大谷上、高木線が計画されており、田島団地前交差点付近以外はほぼ開通している。全線開通すれば、秋ヶ瀬橋方面への往来がしやすくなり、渋滞の緩和が期待される。住宅地の地価は、2019年1月1日の、工事地価によると田島4から18から37の地点で21万8000円平方メートルとなっている。西浦和駅西側の田島 7.8 丁目は埼玉市の産業集積拠点として選定され、今後区画整理事業などにより基盤整備が行われた、後に企業の本社機能や研究開発機能の誘致が行われる予定である。現在も、比較的工場が多く集積するが、住宅や農地なども多く、整備の上で企業誘致をすることを決めた。2015年現在権利者との調整や各種調査、設計等の段階である。また、西浦和駅北口の街づくり事業も検討されている。西浦和駅南側では、将来的に田島団地の建て替え工事が予定されており、街づくりの検討が行われている。元は、江戸期より存在した武蔵国足立郡与野領に属する田島村であった。なお、旭本村には田島村の飛び地があった。村高は、田園簿では621石石余り、元禄号町では867石余り、天保号町では910石余り。助号は、中山道浦和宿に出役していた。家政期の世帯数は140件で、村の規模は、東西1里余り、南北17から18町であった。荒川には、対岸の宗岡村を結ぶ秋ヶ瀬の渡しがあった。2017年9月1日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。ありがとうございます。